平野翔の圧倒的な魅力が炸裂。サマソニでの神対応にファン熱狂。その人気の秘密に迫る。平野翔サマソニ帰りの車窓からファンに笑顔をプレゼント。サマソニの熱狂的なステージが終わった翌日の朝、まだその余韻が消えないまま、私は平野翔がなぜこれほどまでに人々を魅了するのかを考えていました。8月17日のサマソニで、 ナンバーアンダーラインイのパフォーマンスが多くの人々の心に深く刻まれたのは言うまでもありませんが、その中でも特に注目を集めたのが平野翔の存在感でした。酷暑の中、彼とガン・ユータ、神宮寺勇太の3人は、ファンの期待に応えるべく全力を尽くしていました。ステージ上での彼らのパフォーマンスは、まさに炎が燃え盛るような熱気に満ちており、観客はそのエネルギーに圧倒され、歓声を上げ続けました。 しかし、ステージを降りた瞬間から始まる彼の一挙一動が、さらに彼の魅力を際立たせました。キロに着く際、平野翔が車の窓を下ろし、笑顔でファンに手を振った瞬間は、まさに彼の人間味があふれる瞬間でした。距離が近かったことから、その瞬間を目撃したファンは、まさに、特別な瞬間を手にしたような気持ちになったことでしょう。このエピソードは、 平野翔ののの人気の秘密が単ななるアイドルルととししててックススやパフォーマンスにままらいいことを証明しています彼のファンへの親しみやすさ、そして彼自身の誠実な性格が、彼をただのスターではなく、ファンにとって、身近な存在として感じさせるのです。この、親しみやすさという点は、平野翔がこれほどまでに多くの人々に愛される理由の一つでしょう。彼は、ステージ上での華やかさと、 舞台裏での飾らない一面を見事に両立させています。これは単なる偶像崇拝にとどまらず、彼を友人や家族のように感じさせる特別な要素となっているのです。平野翔のキャリアが進むにつれ、彼のこの二面性がさらに強調され、彼の人気はますます高まることでしょう。彼のスターとしての輝きは、距離を置いて崇められるべきものではなく、 むしろファンとの間に強い絆を築く力を持つものです。このことを証明するかのように、サマソニーの帰り道での出来事を SNS で共有したファンの声は、熱い感謝の言葉で溢れていました。彼の笑顔に感激し、彼の優しさを称賛する言葉が多く寄せられています。彼を偶然目撃し、その瞬間をカメラに収めたファンたちは、まるで宝物を手に入れたかのような気持ちを共有し、 その写真を通じて他のファンたちともその喜びを分かち合っていました。このようなエピソードは、現代のアイドルとファンの新しい関係性を象徴していると言えるでしょう。かつて、アイドルは手の届かない存在としてあがめられることが一般的でした。しかし、平野翔のようなアイドルは、そのイメージを覆し、ファンとの親密な関係を築くことで、さらに強固な支持を得ることができるのです。このような、近さは、 SNS やインターネットを通じてさらに強化され、彼の人気を支える大きな要因となっています。ファンは、ただ彼を見上げるのではなく、彼とのつながりを感じ、その存在をより身近に感じることができるのです。また、平野翔の魅力は彼のパフォーマンスや外見だけにとどまりません。彼の誠実さや謙虚さも、彼を特別な存在にしています。彼がファンに対して示す感謝の気持ちは、 言葉だけでなく、その行動にも現れています。サマソニーでの彼のパフォーマンスは、まさにその一例であり、彼はファンに対して全力で応える姿勢を示しました。彼の一挙一動は、彼方だの、スターではなく、一人の人間としてファンと向き合っていることを物語っています。このような姿勢は、今後も彼のキャリアを支える大きな要素となるでしょう。彼が持つ自然体の魅力と、 その裏に隠された努力は、彼を特別な存在として輝かせ続けることでしょう。平野翔がこれからどのように成長し、その魅力をさらに広げていくのか、ファンはますます彼に引き寄せられていくことでしょう。彼の未来には、多くの可能性が広がっています。彼が今後どのような挑戦をし、どのように進化していくのかはまだ未知数ですが、彼のファンへの思いやりや誠実さが変わることはないでしょう。 その変わらぬ姿勢こそが、彼の最大の武器であり、彼の成功を支える基盤となるのです。彼の未来に対する期待感は、ファンだけでなく業界内でも高まっています。平野翔は、音楽業界やエンターテインメント業界において、すでに確固たる地位を築き上げていますが、それに甘んじることなく、常に新しい挑戦を求めています。彼の姿勢は、ファンのみならず、 多くの人々にとってのインスピレーションとなっています。彼の魅力の一つに、自己改革への意欲が挙げられます。常に新しい表現方法を模索し、進化し続ける姿勢は、彼を他のアーティストとは一線を画す存在にしています。例えば、彼がこれまでに挑戦してきたさまざまなパフォーマンススタイルや音楽のジャンルにおいても、その柔軟性と適応力が光っています。彼は、固定観念にとらわれず、 常に新しいことに挑戦することで、自分自身の可能性を広げてきました。また、彼の演技力も見逃せません。舞台やドラマ、映画など、彼は様々なメディアでその才能を発揮してきました。彼の演技は、観客を感情移入させる力を持っており、その表現力の幅広さが高く評価されています。彼が演じるキャラクターには、どれも平野翔ならではの深みとリアリティがあり、 観客を作品の世界に引き込む魅力があります。さらに、彼のリーダーシップも注目に値します。ナンバーアンダーライン愛のメンバーとしてだけでなく、彼はそのリーダーシップを発揮し、チームを一つにまとめる力を持っています。彼のリーダーシップは、決して威圧的なものではなく、メンバー一人一人の意見を尊重しつつ、全体の方向性を導くという柔軟さにあります。このようなリーダーシップのスタイルは、 彼が信頼され、尊敬される理由の一つです。彼の未来について考えるとき、私たちは彼がこれまで成し遂げてきたこと以上に、彼が今後どのような新しい挑戦を受け入れるのかに注目しています。彼はこれまで、多くの人々の期待を超える成果を上げてきましたが、その背後には、彼自身の努力と情熱がありました。彼の成功は決して偶然の産物ではなく、彼の不断の努力の結果です。 そして、その努力がこれからも続く限り、彼の未来はさらに明るいものとなるでしょう。平野翔がこれからどのような道を歩むにせよ、その道は間違いなく彼をさらに高みへと導くことでしょう。彼の今後の活躍は、ファンにとっても、業界にとっても非常に楽しみなものです。そして、彼の成長を見守りながら、私たちは彼から多くのインスピレーションを受け続けることでしょう。彼の物語は、 始まったばかりです彼のこれまでの成功は、彼がどれほどの才能を持っているかを示していますが、それは彼の可能性のほんの一部にすぎません。彼の未来には、まだ数多くの未知の挑戦と、さらなる成功が待ち受けていることでしょう。そして、私たちファンは、そのすべてを見届ける特権を持っています。これからも平野翔がどのような新しい側面を見せてくれるのか。 その一つ一つが楽しみでなりません。彼のようなアーティストが、今後もエンターテインメント業界をリードし、新しいスタンダードを築いていくことは間違いありません。そして、彼の成長を見守りながら、私たちは彼が提供する感動や喜びを共有し続けることができるのです。最後に、平野翔という存在が、ただのエンターテイナーではなく、私たちにとってのインスピレーションであり、 希望であることを改めて強調したいと思います。彼の成功は、彼が持つ内なる力と、それを支えるファンとの強い絆の証です。彼の未来が、さらに多くの人々に感動と喜びをもたらすことを願いつつ、私たちは彼の次なるステップを楽しみに待っています。平野章がどのような道を歩んでいくのか、それは誰にもわかりません。しかし、一つ確かなことは、彼が歩む道が、 多くの人々にとっての光となり、その輝きがこれからも続いていくであろうということです。彼の成功を祝福し、彼の未来を期待する私たちファンにとって、これからの彼の物語は、さらに素晴らしいものとなることでしょう。そして、その物語を共に紡いでいくことができることを、私たちは誇りに思うべきです。彼が私たちに与えてくれる感動と喜び、そのすべてをこれからも大切にしながら、 平野翔の未来を応援し続けたいと思います。それが私たちファンにできる最高の贈り物であり、彼が私たちに与え続けてくれる愛に対する、私たちの感謝の表れでもあるのです。最後に、平野翔がこれからどのような未来を描いていくのか、その可能性について考えるとき、私たちは彼がすでに築き上げてきたものに感謝しつつ、これからの彼の成長を楽しみにするしかないでしょう。彼のようなアイドルが、 今後もファンとの間に新しい関係性を築き上げ、さらに多くの人々を魅了していくことは間違いありません。そんな未来を想像すると、私たちは彼のこれからの活躍を目撃する喜びをかみしめざるを得ません。平野翔は、ただのアイドルではなく、現代の新しいスター像を体現している存在です。彼の持つ魅力は、単なる外見やパフォーマンスにとどまらず、彼の内面から溢れ出る誠実さや優しさが、 多くの人々を引きつけていますそしてその魅力は今後もさらに多くの人々に伝わり彼の存在がより一層輝きを増していくことでしょう。